ていこうと思います。はい、こちら2点目が品番 5596C の小鼻柄配色パイピングプルオーバーです。新しいの見ちゃう。お色がレッドとブラウンの2色展開で、お値段税込み3990円でございます。はい、はい、じゃあ実際お見せすると、今ゆうちゃん着てる方がブラックです。はい、はい、そして私着てるレッドの2色展開で、お値段税込み3990円でございます。はい、ではおすすめポイントお願いします。はい、これはもうなんか小鼻柄がめちゃくちゃ可愛いアイテムでございます、うん、なんかあの赤ちゃんとかが着てそうな肌着っぽくて、あ、確かに分かる分かる、そうそう、それっぽくてすごいガーゼ生地っぽくて、うん、若干シアー感があって、はい、とっても可愛い、なんかもう、ね、可愛いって感じのアイテムでございます、うん、でなんか全体的にここの袖でもパイピングがあって、うん、あのメロっぽくなっているのと、シアー感が若干あるんですが、うん、なんかこれこそ本当ガーゼ生地っぽくって、なんかね、そう、素材感もなんかこう縦になんかこうガサガサじゃないけど凹凸感、確かに凹凸感、そう、脂肪感があって、ちょっとめちゃちょっとキャワなアイテムでございます。マーキングがね、ちょっとあの黒と赤で、うん、なんかポイントになるので、アクセスなくても可愛い感じ、うん、あとここのパイピングがあんまり太いとちょっとカジュアルすぎるんですけど、このくらいだと結構使いやすいのではなかろうか、なかろうかと思います。思います、ありがとうございます。はい、あ、ミロさん、ゆうちゃんの新しい回り方、太ももトレーニングになりそう。確かに、こう回らなくてどうしようかな。新しかったですね。ありがとうございます。じゃあ、さだかさん、涼しそうね、ほんと涼しいです、これは、うん、涼しい、ね、結構薄手で、さっき言ったシアー感もあるし、うん、本当に柔らかいです。着心地は本当にいいですね、これは。着心地はめちゃいいです、うん、だからってめっちゃぴったりしすぎん。あ、確かにそんなね、なんかピタッとか体の前にそこまで拾う感じはしないかな、うんうん、ピタッとしすぎてない、ちょっとゆとりもあるので、うん、まあ、体のラインとかは気にしなくて大丈夫かなと思います。はい、そう、なんか遠目で見たらね、あんまコバあんまりコバなんで、うん、なんかちょっとドットに見えたりするけど、うん、あんま分からんね。そうですよね。でも近くで見たら、ちょっと近づきますね、なんか三つ葉じゃないな、なんかあのお味噌汁とかに入ってる葉っぱあるじゃないですか。なんていうのこれ、あれ、なんていうの、三つ葉とかに似てる形が、そう、ちょっと葉っぱの名前が分かんないですか。でもなんか遠目に見たら本当ドットに見える感じで、それも大人っぽく着れるかなと思います。うん、あ、ミランさん、黒だったらアラサーでも着れそう。え、全然いけますよ、絶対いけるね、うん、なんか赤とかだったら本当それこそキャミワンピとかサロペットとかと合わせてほしいかもしれない。うん、うん、です。あ、さそこさん、さすが。キャミワンピとかも合うかな。絶対合う、絶対合う、絶対合う、絶対合うと思います。お、さすがゆうちゃんが来てきてくれるので少々お待ちください。うん、でも赤もね、でも可愛いですけどね、なんか普通にね、これデニムとかでちょっとカジュアル、絶対可愛いわ。じゃあデニムで履いてこよう、履いてきます。うん、あ、千代さん、スカート色も選びます、おすすめ教えてください。これかな、このマーメイドかな。あー、マーメイドね、どっちもね、可愛いですよね。どっちも可愛いですよね。カジュアル味はこっちだろうな。そうですね、確かに大人っぽく着たいとか、そういう服装が多い方はこっちですね、ベージュ、うん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 、カジュアルな服の感じが多い方はこっちかな、うん、大人っぽくはでもこっちかな、かな、うん、可愛らしいのはこっちかな。そうね、ベージュ感も、まあでもこっちも結構ヌードで大人っぽくはあるけどな、確かに、うん、透けないっていうメリットはこっちかな。あ、そうですね、うん、そう、間違いない、透けないのはこっち、うん、結局どっちで当てるんだ。結局どっちで当てるんだね。確かに、うん、確かにな、なんか3コーデぐらい合わせるトップスが多い方がいいんじゃないかな、うん、自分お持ちのトップスでコーデしやすい方がいいかなとは思います。ボトムだからそんなに顔つりも気にしなくていいんじゃないかなと個人的に思っていますが、うんうんうん、迷いますね。ねえ、37歳だって。うん、私もね、これはほんまにガチで欲しいんですが、迷うね。究極に色では迷ってます。でもこっちの色あんまり被らないんじゃないかなとは思ったりしますけどね。確かに、うん、白っぽくないし、なんかビージュっぽくて、うん、これだったら結構秋着ててもまあ、秋も着ずに着るんですけど、馴染みそうですしね。ふむふむってございます。うん、うん、あ、若さん、味噌汁とかに入ってなかった。三つ葉かな、多分三つ葉っていうの。確かにね、三つ葉ですよね。なんか、チョンって乗ってる、ね、そうそうそう、お吸い物とかによくあるやつ。
でもほんまにそういう感じの大人っぽい葉っぱの形してるんですよね。確かにね、うん、届いたらわかるかも。そう、届いたら確かに届いたらあーってなる。確かにそうですね、なんかね、わかるわかる。そう、種類がわからないです、ちょっと、うん、うん、です。赤も可愛いですよね、うん、デリバースはいいですね、やっぱり可愛い、うん、もっちゃん赤着てると美容師っぽいって何だろう。わかる、ほんまに分かる。 色もこれやからな、多分そう、うん、ぽい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 、いそう、あ、いそう、うん、かわいい。大人っぽく。赤似合うね、やっぱ。似合う似合う。いいな。この赤やったら真っ赤じゃないからいいですよね。うん、白地に赤の柄なんで。かわ。うん、かわ。でもゆうちゃんもちゃんと、あ、ごめんなさい。見てほしい。かわいいから。キャビア、ワンピ合わせ。いいですね。キャビア、かわいい。かわいい。これ持ってね。買ったやつ。あ、そうそうそう。私も買おうか、限定前迷ってる、ね、今。そう、でもこれ日曜日再販予定ですね。このキャビワンピはね。かわいい。ぜひこういう合わせもしてください、はい、うん、あ、ゆうさんが普段なら黒を選ぶけどこの赤ならチャレンジしてみたいなって、こうなったら両方がいいかな。いやー、買おうな。確かに印象でも全然変わると思います。違いますね、うん、同じぐらいです。赤とデニム可愛い。いやね、私もこの赤とデニム可愛い、うん、いや赤とデニム、デニムは元気っ子わかる、うん、あ、確かにね、可愛い、元気っ子って感じ。かわいい。でも夏らしいですよね、ハッピーだね、うん、そう、ぜひおすすめです。うん、あ、ゆきさん、スリーブレスフリルトップスも再販ありますか。あ、あれですかね、5456C、うん、かなって、多分スリーブレスフリルトップスって名前だった気がするんですが、は再販今動いております。はい、近々お知らせができるんじゃないかなと思います。お、はい、ちょっとまだ確実な情報があれなんですけど、ちょっと予約とかになるかもなんですが、はい、今動いてくれてるので、お少々お待ちくださいませ。はい。あ、ケイ、モフィちゃん、K-POP 踊れそうな感じで、ウイカさん。確かに、この髪色も相まって、踊れダンスとかしてそう。でも、ぜひこの赤はもうおすすめやな。かわいい。ね、なんかでこれが逆の赤地に白のこの柄とかやったら多分結構ね派手な感じになるんですけど、白地に赤なので、そう、これはおすすめですよ。あ、いいよ、かわいい、いいですか、いいですよ、かわいいですよ、ゆうちゃんのお手かわいいですね。帽子かぶりたかった。あ、いいね、いいね、ちょっと帽子ないんだが、確かにこれ買ったらかわいいな、うん、ハーフパンツってのが大人っぽいですよね。確かに、かわいい、かわいい、いいですね、いいですね、うん、かわいいですね、いいですね、うん、今何点目ですか。今2点目でございます、はい、これで2点目。今日は6点あるんで結構多いですね。そうそう、最初にスカートを紹介しまして、あと4つか、うん、あと4つ紹介します。います。いや、赤めっちゃ可愛い。そうなんですよ、赤めっちゃ可愛いんだよな。赤可愛いな、ね、うん、結構私は赤推しかもしれない。私も結構推しかもしれないけど、まだでもこっちも結構全然推したいよな。間違いなく着やすいのはそっちやね。確かにな、うん、こっち遠くから見たら本当に分かんないしな。可愛いしな、うんうん、うん、ね、あ、キクさんがゆうちゃん大人可愛いってひひひ、ぜひハーフパンツ持たれてる方はああいう格好をしてほしいな、うんうん、と思います、うん、あとこの子、秋じゃない赤キャミワンピアーセでもいいですよね。可愛い、うん、ね、ちょっと大人っぽく着れるかも。黒でもいいかもしれないけど、こういうキャミワンピアーセだとちょっと面積が減るので柄物とかあんまり着ない方でも着れるかなと思います。はい、ゆうちゃんスタイル良すぎ、レイチェルさんね。いやいやいや、スマホがないから、スマホが長いから、スマホが立てた、あ、そういうこと、伸びてる、画面でってこと。違う、ゆうちゃんはね、本当にリアルにスタイルがいいですよ。羨ましいです。私も身長が欲しかった、うん、ないものねだりですよね、うん、です。お、ありがとうございます。赤ほんと可愛いです。このパイピングはね、やっぱりアクセサリー代わりにもなるのでおすすめです。すごい、あとほんと着心地がいいし、うん、着心地ね、ほんまにそれはおすすめです。うん。あ、マキちゃん、黒、あ、違う、赤に黒キャミワンピ合わせだけでしてほしいです。OK です。キャミワンピ合わせ。あ、キャミワンピ合わせ。キャミ。あ、あ、これは。ごめん。ごめんね。はい、ありがとう。ごめん。わたわたしてた。そう。これはね、日曜日、再販です。このキャミ。あ、いいよ。仲いいわ。赤いわ。私ね、この黒のキャビワンピ持ってるんですよ。あ、これで着たい。いいね。ね、大人っぽくなる。いいわ。
私黒のが好きかも。黒にフォロワーが確かに閉まる ね、 ね、いいですね。確かに閉まる、いいですね。確かにこちらだとちょっとぼやけるかも。あ、黒いいわ。このね、このキャミワンピリネンのわかった。危ない、先生、いけたいけた。そう、このキャミワンピは日曜日再販予定です。うん、ぜひぜひ。で、確かに、ね、やっぱそうですね、やっぱこっちの方がいいですね。私はこっちの方が好きだ、こっちの方が好きだ、ね、かわいいわ、うん、かわいいだかわいいだかわいいだ。ぜひこっちの合わせしてほしいな。うん、うん、で、はい、